皆さんこんにちは、森野です。本日はフューチャーじゃなくてファンタジーカバビンガについてレビューしていきます。現在の価格が65万コインです。だいぶ値段は上がってきています。ただまあカバビンガに関しては2年前のフューチャースターズのカードがすごく記憶に新しい方多いのではないでしょうか。彼自身本当にトップメタセンターミッドとして活躍してましたね。で、このカバビンガに関しては能力的にもすごくいいですし、やっぱりワークレートがハイハイ、そして左利き、僕左利きの選手が好きなので、まあ、そこは個人的に楽しみな箇所かなと思います。でスキル4の逆足さんです。でただ高いにしてはちょっとシュートスタッツが若干物足りないかなっていう風には思ってます。スタッツ的にただしこれからアップグレードがこの選手見込まれます。まあカマディンがレギュラーではないんですけど、マドリーが試合中1勝するのはもう 100% だと思うんですよ。でカマディンガがまあクロス怪我勝ちですし、3試合出れればプラス2で、なおかつまあアシストか点決めてもらえればプラス3になるんで、まあほぼアップグレードは間違いないと思うので、プラス3くれば理想ですけど、3くればね、60万ですぐカードじゃないと思うんですよ。100万近くになるカードだと思うので、まあ夢はあるカードかなと思います。で、ケミストリーも非常にいいですしね。で、今回シャドウをつけていきます。理由としては守備的 CDM で今回使っていきたいと思っています。ハンターをつけて攻撃的 CDM もできないことはないと思うんですけど、どっちかというと今スタッツ見る感じ、守備能力の方が長けてる選手なのかなと思って、シャドウつけて、ハキミ、ラスペースを入れ替えて攻撃的な役割をハキミに任せてます。で今回442のここですね、ちょっと攻撃的には使ってないです今回なので、まあちょっと守備力をメインで見ていきたいと思っておりますという感じで、カマビンガ始めていきます。ではカマビンガ見ていきます。この守備している選手がカマビンガですね。まあここから見て分かる通り、かなり試合中目立つ選手でした。本当に存在感のある選手です。ここの、まあ、中央ボランチいて、やはりこの、まあ、ちょっとスラッとしてる体型からの、まあ、白スパイク、非常に身体的にも目立つなと思う選手でした。で、ドリブルに関してはリーンのボディタイプを持っているので決して悪いとは言わないんですけど、やはりその不器用さっていうのは感じる選手でしたね。もう少し数値的に もちょっと物足りない感じはありました、ね、なんだろう、物足りないっていうのは変な言い方で、まあ、あくまで守備している選手のドリブルって感じですね。まあそのドリブルしすぎなければこういうシーンとか問題ないと思います。で、彼自身今回ほとんど守備シーンになってしまったんですけど、彼の守備能力に関しては本当に驚かされましたね。本当にトップティアの守備をするなと思いました。守備的にこの選手に不満を感じることは全くなかったです。でハイハイのワークレートもありますし、本当に戻ってほしい時に確実に戻ってくれるという形でした。もちろん今回攻撃値上がらないつけているんですかね。で、ただ、攻撃的にこの選手が使えるかっていうと、僕的にはやっぱりハンターは必須だなと思ってて、適性としては前線参加する攻撃的な選手っていうよりも守備参加する攻撃的な選手、ちょっと矛盾しているんですけど、まあ後ろの選手だなと思いました。本当に守備がメインの選手だなっていう感じでした。ここら辺素晴らしい守備してますね。で、まあ今後アップグレードしてって、だいぶ変わってくると思います。操作感もだいぶ変わってくると思ってて、現時点でこれだけできてるってことは 2,3 上がればとんでもないカードになる可能性はあると思います。では最後カマビンガーまとめていきます。現在の価格が58万コイン、個人的にはねこの価格安いと思います。やはりカレー自身、去年のフューチャースターもそうだった、このカードもそうだったんですけど、すごく目立ちます。好きな人には本当に好きなカードだなと思うカードで、今年、まあ、去年3-3だった彼が、今年に関してはスキル4にもなってますし、まあ、逆足は3なんですけど、やっぱり左利きっていうことで、ここの左サイド、ボランチの左サイドに置いた時に反対側にこういう風に外側に展開ができるんですよ。それが僕的にはすごく展開しやすくて、やっぱり CDM 左と、できれば僕は左には左利き、右には右利きを置きたい派です。なのでカマビンガはその条件にも当てはまってて、なおかつ守備的な選手
なのですごく使いやすかったです。で、今現時点でもこの58万っていうコインを値段僕は悪くないなと思いますし、今後のアップグレードの可能性を考えると、まあ、さらに、まあ、守備スタッツはほぼ完璧なんですけど、やっぱり 2,3 上がってくると全体的に選手の感覚ってまるっきり変わってくると思うんですよ。で、マドリーの選手なのでやっぱ3試合中1勝は余裕だと思うんですよ。あとは本当にカマビンガが、まあ、ちょっと試合に出場レギュラーではないので試合に出場機会少ないんですけど、そのプラス2プラス7のアップグレードにどれぐらい絡めるかによって大きく評価が左右されるカードじゃないかなと思います。で、それこそ本当にハイハイワークレートでセンターミッドで使いたいっていうのであればハンターをつけてもいいと思います。シュート能力に関してはやっぱりこの今のベースの状態であればだいぶ物足りないと思います。特にシュートを打つシーンが出てくれば。なので、個人的にはこっちの守備的 CDM ディフェンスを上げてより守備に専念させる方が合ってるなと思うんですけど、まあ場合によってはセンターミッドもできないことはないカードかなと思いますという感じで終えていきます。もしプラス3アップグレードしたら89、89、93、88、90になるわけでしょ。ほんとバグモンになるんじゃないですか。でレアルマドリードでフランス人で58万と考えるとだいぶ安い気がしますけどね。まあちょっと供給量が多いんでしょうけど、現状現役選手と比較していくと、まあそれこそクロースよりは圧倒的に守備は守れるなと思いましたね。守備的ボランチどっちさせますかって言ったらやっぱりそのポジショニングだったりこのワークレート的にもクロースもね目立つはするんですけど全然守備の安定感は違いますね。どちらかというとクロースに、バランスやらせてカマビンガに守備的やらせた方がいいかもしれないです。2人合わせたら、ね、結構いいボランチコンビですね。あとはまあアランとかのさすがにね現時点でアランの方が強いと思うんですけど、まあ、これからアップグレードするカードだって思えば、まあ、60万という価格は悪くないでしょうし、多分おそらく月火あたりにもっともう少し落ち着くとは思うんで50万近辺になってくればぜひねおすすめしたいカードの1枚かなと思いますという感じでエドワルド・カマビンガ終えていきます。もし質問コメントなどありましたらいつでもお待ちしております。ではまた。